はい、どうもこんにちは、デリシキッチンです。今日は炊飯器でできる豚のチャーシュー風を作っていきます。リクエストくださった木村様、ありがとうございます。まずは豚ブロック、フォークで刺して柔らかくしていきましょう。両面のを刺していってください。はい、そしたら火をかけていきましょう。まずは豚の表面に、焼き目をつけるために強火で焼いていきます。もうめんどくさければこの工程はパスしてしまって OK です。はい、そうしましたら炊飯器に入れていきましょう。そしたら調味料入れていきます。まずはお砂糖、あとはみりん、次にお醤油、はい、最後にお酒です。で、あとはニンニクと、生姜を、ニンニク3かけらぐらい、生姜を1かけ入れていきましょう。で、そのまま通常通り炊飯していってください。もしお時間があれば保温で 4,5 時間放置するとより、あの、柔らかくなっていきます。はい、できました。こんな感じでいかがでしょうか。はい、切っていくとこうホロホロするようなくらい柔らかくなっていきます。今回は5時間ほど放置しています。はい、こんな感じでチャーシューが出来上がりました。もし参考になったよという方はいいねかチャンネル登録、シェアをお願いいたします。またお料理のリクエストもお待ちしております。順次作っていきますのでコメント欄までお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。 Thanks for watching. See you next time. Bye bye.